おはようございます。日本共産党の、区議会議員の中江秀夫です。今朝も定例の、JR 金町駅での朝のご挨拶に来ました。今朝の新聞赤旗日刊紙の一面では、五輪の中止とともに検査の抜本拡大を、小池書記局長が会見をした内容、また、昨日から始まりました、核兵器廃絶保有依存国に迫る、こうした見出しの、記事などを紹介しています。今朝もこの人から、ご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。